パラマタ駅はニューサウスウェールズ州のパラマタ市パラマタ地区にあるシドニートレインズの駅である。シドニー大都市圏の西部に位置し、シドニーにおける主要駅の一つとなっている。1日の乗降客数は約6万人を数え、シドニー中心部の駅以外ではトップの利用客数である。乗り入れ路線としては、近郊電車がノースショア、ノーザン ウエスタンライン、インナーウエスト&、レッピントンライン、カンバーランドラインの3路線と、都市間列車がブルーマウンテンズラインの計4路線であり、この他にもブロークンヒル方面の特急列車が停車する。また、シドニーの鉄道において最初に設置された駅の一つである。シドニーに最初に建設された鉄道路線は、シドニーとパラマタの間で、 1855年9月26日に開業した。この当時のパラマタ駅は現在のグランビル駅付近にあったものであり、現在のパラマタ駅は1860年7月4日に当駅まで路線が延長されると同時に開業した。1985年メインウエスタン線がグランビル、ウエストミード間で複々線化されるのに先立って駅のリニューアル工事が行われた。 これにより、現在の3面4線のホームが完成したほか、駅北東側に地下バスターミナルを新設した。2003年には、駅に隣接するショッピングセンターをつなぐバスターミナルの建設が開始し、2006年2月19日にオープンした。現在、当駅付近にライトレールの路線計画があり、2023年に開業予定である。その際は、 駅北方に設置されるパラマタスクエア停留場で接続となるパラマタ駅構内の配線図単式ホーム2面2線とその間に挟まれた島式ホーム1面2線の計3面4線のホームを有する地上駅である北側の単式ホームが1番線内側の島式ホームの北側が2番線南側が3番線南側の単式ホームが4番線となっている 平日のみ、インナーウエストラインが当駅まで運行されるため、平日の4番線は、インナーウエストラインの折り返し専用となる。このため線路を共用するカンバーランドラインの列車は、平日に限って上下線ともに3番線を、使用している。インナーウエストラインの運行されない平日深夜や、土休日は、通常通り3番線が上り、4番線は、下りホームとして使用される。 2013年度の1日平均乗車人員は29,840人である。シドニートレインズ及び NSW トレインリンク、館内の駅では第4位である。NSW トレインリンク、シドニートレインズ、ありがとうございます。